はい、えー。今回は、三崎雄太さんという方のお話をしようと思います。あれ三崎雄太さんって誰っていうことなんですけども、前回も動画でお話したと思うんですけども、これね、青汁王子という方ですね。えー、健康系のサプリメントとか、まあそういったね、美容家なんかを販売した方だと思います。ちょっと私わかりませんけどもね、直接商品見たことないですセールスも見たことないんですよ。私ほど SNS をやってる人もいないと思うんですけども、それでもね、 タさ,さんのーセールスを見たことがないということはねどういうことなのかなと思いますけどもまあでもね三崎裕タさんっていうのは年間で4,500個ぐらいの商品を 単価3,000円ぐらいで売り続けてきてそれでまあ年商50億とか130億とか作ってきてで納税額がなんか結構あったというね14億とか払っててそれでも足りないから1億8,000万よこせみたいなこと言われたらしいんですよねでここでちょっと申し上げたいのは2つあります一つはですね税金っていうのはあの私たちごまかそうと思って何かをやってるわけじゃないんですよ。真っっな計算のも支払ててて監査法人入れれたり税さんにチェックしてもらってそれで 税務署に出すわけですよねそしてお金もちゃんんと払うわけなでですよでもこの税金の処理が正しかったかどうかっていうのは分かるのが数年後なんですよ、うん、数年後に、えーまあ、税務署の人がねいきなりやってきて場合によってはいきなりやってきてこれ違いますよと悪意を持ってこれごまかしたでしょって言われたらそれ,それで通ってしまうんですよ、うん、きちんと払った例えばね皆さんもあの想像できると思うんですけども、えー、何か商品を販売するときにちょっと納品に行くのにちょっと車がいるよねって感じで車買うんですよ。 車300万で買いましたでで300万で会社の名義で会社の経費として会社の営業に300万の車ガーッと使ってるとするじゃないですかでもある日ね数年後に税務当局が来て「いやーなんか税金ちょっとごまかしてないですか?」あれこれここ車なんですかって言っから「あこれはね営業用に買ったんですよ営業用にこんな300万の車買う必要あるんですか?と」これ中古車とかで軽でいいんじゃないですか?」みたいなこと責められてこれはちょっと。 税金で使ううのはどうかな経費としては認められないですねそう経費として認められてる人もいるけどもあなたの場合は当てはまりませんよねってこれは課税逃れですよね脱税って言われたら終わりなんですよ怖いですよね商売って儲ければ儲けるほどこのリスクが高まるんですよで逆にですねあんまり儲かってないところっていうのは本当にですね中古の車とかを使ってますからそんな車であげられることは滅多にないですしそれからあの課税逃れと言える指摘される金額もじゃあ30万とかね50万みたいな 金額なんで税務当局が入るコストの方が高いんでそんなとこいちいち入ってたらね責任問題になっちゃうんですよお前30万の税金を無理やり虫取りに行くのに経費50万も使うもない100万も使うなやって話になっちゃうんですよね職員も導入して何やってんだって話になるんでやっぱりね儲かった人に、まあ、いろんなね攻撃の矢が晒らされるってのはやっぱ一緒なんですようんやっぱりね稼げる人ってその課税逃れのリスクのことよく知ってますんで基本的にね 意図を持っっててごまかすすことってないんですよね、まあ、もちろんやってる人もい,ますけいると思うんですけども基本的にはないんですよ。もう諦めて払ってますよね。だって商売する段階であもう55%持ってかれるんだ。で住民税10%なんだ。予定納税がかかるんだ。はあって感じで、まあ、売上っていうかね利益の8割ぐらいはないと思いながらやってるんですよ。まあ、だから失面倒くさいねごまかす処理もね手間ですからね。ごまかす処理もいろんな書類を偽造したりね。 いろんな人にこう口売り合わせてちょっとねあの金渡したりとか結構めんどくさいんですよだったらスパッと払った方がいいなっていう風な思考になるのが稼ぐほど頭のいい人のやることなんですよ であんまり頭のよくない人とか風の逃れが何で起きるかっていうとあの売り上げがボーンと広がってねでそこにあのいろんなものを買っちゃうんですよ。あお金ができたぞつから100万もかったよし80万使っちゃえみたいな感じでやるんですよ。で、えー、納税の期限になった時にえあなたの税金っていうのは今1500万になってますよって時にわ300万しかないよどうやって経費積んでごまかそうかなってなるんですよ。でこの考えだと確かにねいろんなものを経費で突っ込んでギリギリに レシートを集めてきてきで最終月ばっかり経費がドカーンと乗るようになるからそれおかしいですよねっていう風に税務当局も思うんですけどもでも毎月毎月コンスタントに一定量の税金を納めてる会社っていうのは基本的に目立たないはずなんですよ目立たないっていうかまっとうに払ってるっていう風なね判断をされるし実際にそうだと思うんですよだって決算の時ギリギリに集めてきた書類とかで もう無理やりね経費積んででるわけじゃないじゃゃなないいすかでそう考えていくとちゃんと計画して企業会計してるなっていうふうに私も感じますし多くの方も感じますしなんせね税理士さんが法の代理人としてそれをやってますからひどい時にはその脱税に加担した税理士さんとしてねその税理士免許を剥奪されちゃいますから税理士さんだってそんなね経営者が。 税理士さんにちょっとごまかしてくださいよみたいなこと言って「わかりました!」とかやらないですかね。ダメですよっていう立場ですから。なんかそう考えていくと、脱税ってのは今非常に難しくなってるんですよ。でも、脱税で三崎裕太さんみたいな人が挙げられたっことは、ちょっとね、何か上があるんじゃないかなって感じざるを得ないですよね。プラス、今日の言いたいことの2つ目なんですけどね、吉谷さんのメッセージとしてはちょっとね、適してないかもしれませんけどすいません。2つ目なんですけども、それはですね、えー、っと、佐川税務局長だったかな。 あもうやめられてますけども、この方ってのは、あのは、文書の改ざんを森友事件でやってるんですよ、文書の改ざんとか、それで国会に来て嘘の証言してるんですよ、税金問題で一番のトップの人ですよ、税金の一番責任ある人ですよ、この人は文書を改ざんして、嘘の証言を繰り返して、それで無罪なんですよ、1円も払ってないんですよ、なんだこりゃ、みたいな感じですよね、こういうのはどうなんですかね、だって真面目に事業をしていて、経費を払ってきて、そして、あのー、修正申告で済むようなものでも有罪。 お金払えあなたはもう犯罪者だっていうのに明らかに客観的に犯罪をしてる人はその犯罪を逃れて何にもないというねこれではね悪人が悪を繰り返して善人が善もできなくなっちゃうそんな時代になってしまうんじゃないかなというふうな形で私は三崎雄太さんの動画を見ておりました皆さんはどうお感じになるでしょうか皆さんがね このお話を信じるかかどうかは、あなた次第というまさに都市伝説みたいな話ですけどもこういった話題がね出てくるっていうのをニュースになるっていうのもやっぱり SNS インターネットの力だなと思いますよね多くの方が引っかぶられたね、あのー、濡れ衣をもう泣き寝入りしなくてもいいと。 少なくとも自分はこうだったんだって発信できる場が私たちにありますから結果的にどうにもならないにしてもこのね自分の主張を聞いてもらえる話せる場があるっていうのは私たちがね一つ自由に向かって前進した結果ではないかなと思うんですよね。はい、じゃあこの自由の権利をね十分使っていくために YouTube やりましょう SNS やりましょうインターネットで稼ぎましょうということになります。失礼します。